どうも、コウスケでございます。今日はですね、後ろにあります日本で2台しかないと言われていますアメリカントレーラーのご紹介をさせていただきたいと思います。オーナーのですね、並木さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。並木さん、これ日本で2台しかないということなんですけれども、はい、何年式の車なんですか？14年。はい、14年っていうと、もう10年前に、そうですね、新車で購入されて、もう10年間乗り継いでいると。そうです。いうことでございます。中の方、外装を見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。旅する勝又家。はい、ということで並木さん、これから、外装から行きたいんですけれども、さっきね、はい、お聞きしたんですけれども、もともとホビー乗りだったと。はい、そうです。僕と一緒ですね一番最初はアドリアでした。アドリア、僕と一緒ですね僕もアドリア、ホビーのアメリカ。一緒ですね、全くね。アメリカに乗り換えた理由は、ちなみに水の量。そうですよね、あの出る量とかね、シャワー使えるとか、あとトイレのね、そうです、はい、分かります、はい、そういうことになっちゃうんですよね。はい、すみません、じゃあ始めたいと思います。はい、で、パッと見ですね、こちら僕と一緒の、はい、2ドア、はい、後ろはやっぱトイレなんですか？いや、違います。あ、違うんですね。それはちょっと、まあ開けてからのお楽しみということでございまして、はい、前の方から行きたいなと思うんですけど、はい、オーニングもかなりでかいですね。はい、そうですね、ね、はい、すごい大きいサイズだなと。はい、ここは、ちなみに収納が入ってて、収納ですね。はい、まあ、これすごい小さい収納ですね。向こうがベッド、ここに向こうがもうベッドなんで、ベッドになってて、スルーしてるやつじゃなくて、はい、そうなんです。これ自分で作ったわけじゃないですか？じゃなくて最初からこうなってる。で、なんかこう自分でこれつけたんですね。あ、そうですそうです。あ、置けるように。そうです、そうです。素晴らしいですね。結構貴重面な、いやいや、そうなんです。並木さんが伺えるなという感じです何を言ってるんだって。で、ここが外部電源が2つついてて、ね、こうやって分かれてるんです ね、はい、そうですね。今パカって両方ね、開いちゃうみたいな感じですけど。そうですね。で、縦の大きい窓が、はい、この年代のやつってガラスがこれなんですよ ね、 そうですね。外になんかこう、はい、そうですね、ついてるんじゃなくて、むき出しの、はいはい、かっこいいですよね、こっちのタイプの方が。で、こちらがドアになってるんですけども、これも、はい、これご自身でつけられて、番号でやればっていう、はい、これ鍵なくす心配ないですから。そうです ね、 ね、はい、すごいいいと思います。はい、で、こっちが給水ですか？はい、そうです。給水がついてて、はい、これはどうしたんですか？これはここをボランザでつけてもらって、うん、であとこれは作ってもらって、自分で、はい、シーレールを、はい、そうです、作ってってことですよね。そうですね。で、なんかいろいろなんか物を置いたりとかする用の、はい、常にこれついてないですよね？ついてないです。走るときは外して外します、ね、はい、ついているという感じでございます。ここのボイラーもなんかすごい貴重面な。そうですね、自分で作りましたね。貴重面出てますね、これ。蜂が入らないように。蜂が入らないようにという貴重面すごいですね。で、こちらのドアが何につながってるかというのを今これ開けていただいたら、はい、2ドアで、はい、あ、どういうレイアウトかわかんないんですけど、まあ、あとで入ってもらえれば。そういうことです。普通にこれ入り口が2つあるっていう。そうです、そうです。でも容量としてはもうトイレが向こう側にあるから、はい、トイレにすぐに行けるよっていうドアは、ね、コンセプトは変わらないってことですよね。そうですね。トイレ行くとこっちから早いよと。そうですね。そうそう。使います？使わないです僕もそうです僕もあんまり使わないです。2ドアって。2ドアにした理由が、はい、私あのホビーの時に、はい、扉1個じゃないですか。そうですね。で、嫁さんと一緒に寝てるじゃないですか。うん、で、朝私早起きなんで、はい、出たり入ったり出たり入ったりするのが嫌だと。ああ、そういうことだ。で、2ドアにしてくれと。遠いところから出てて、うるさいからっていうので使われると、はい、いうことでございます。はい、使い方は人それぞれでございますからね。はい、ありがとうございます。これは何ですか？これあの下のジャッキです。ジャッキが自動でっていうことですね。はい、これはいいです ね、 そうですね。この年代って自動多くないですか？そうですね。あと、そうですよね。リモコンのやつもあるし。あ、リモコンのやつもあるんです ね、うん、そうですね。もうあのインパクトがいらないよと。そうですね、はい、いう仕様でございます。はい、で、またこの並木さんの貴重面が出てるのかわからないですけど、ここが青になってる。ホワイトレターなんだけど、ブルーレターに落とし途中です。これは最初はブルーレターなんですか？そうですね。あ、ブルーレターっていうのもあるんですか？いやいや、あの最初入った時はこの色らしいんですよ。あ、それから磨けば白に逆に今白にしてる途中と途中いう感じでございます。はい、ちょっとガタツさが、いやいや、とてもです。こんな感じです。大きさとしてはこれ9メーター弱ぐらいですか？ 8.25 なんですか？ね、はい、あ、そうなんですね。なんか同じぐらいの大きさに感じますけど、僕の方が60センチぐらい長い、ほとんど変わんないような感じしますけど ね、 8.25ですね、ね、大きさ的には、はい、で、あのアメリカの旗を、はい、いいですね。で、こちらが、はい、トランプ看板。トランプ、すごいアメリカ大好き。ハーフではない？違います。ちょっとハーフっぽいですよね。よく言われます。よく言われます、はい、なんか遺伝子的にそういうのがあるのかもしれないですね。あ、そうか、引きずっちゃってるのが。そうかもしれないです ね、 かもしれない、はい、こんだけだってアメリカのことが好きなんですから
すごいです。でこっちもモンスターと、はい、モンスターが貼ってあります。これなんかスポンサーを受けて、いやモンスターから、モンスターからそんなエナジードリンクからエナジードリンクからこんな感じでございます。あ、よくスライドアウトするんですね、はいはい、スライドアウトするパターンで、こっちを開けてもらってもいいですか、はい、こっちも一緒です。あ、こっちも狭いパターンの、はい、で今はこんなないですね。ないですね。今絶対スルーしてますもんね。そうですね。で中ベッド開けると中が使えるという分離型のタイプのやつですよね。そうですね。これなんで分離してるんですかね。清潔面、つないちゃってもらった方が使い勝手はいいはいいですよね。ベッドの作り方の問題だと思うんですよね。そっか、中のあの足場というか骨組みがそこになってるからっていう、はい、と思います。でスライドアウトはこんな感じで出てて、はい、で、こっちが給電と、はい、あ、ムーバーもついてるんですね。あ、ついてますね。ムーバー使います？で今はもう使わないですね。あんま動かないですよね。全然動かないです。そうですよね、はい、でこっちが、シティウォーターがついていると、はい、ちょっと漏れ気味っていう、はい、あるあるですこれシティウォーター実際漏れるあるあるです、はいはい、という感じでございます。で中の方に行きたいと思います、はい、レイアウト楽しみです。ナイス。旅する勝又家では中の方に失礼いたします。広いっすね。そうですか。これマーフィンベッドっすよね。これそうね。こっちがソファーだけど、はい、倒すとベッドになる仕様でございます、はい、ちょっと見せていただいてもよろしいでしょうか。これを倒すとベッドに、すごい、はい、すごいです。簡単にこうやってベッドが出てくる、はい、これベッド展開の中でマーフィンベッドって僕一番早くベッドになるなって、そうですね楽ですね、思いますよね。楽ちんですよね。しかも、はい、なんかずらしたりとかなく、そうなんです。結構それで中もあれですね、アメリカンですね雰囲気が。そうですね本当にアメリカが大好きなんですねそうですね。よく行かれるんですか。いや全然行かないですよ。全然行かないですか。全然行かない。行ったことは、行ったこともないです。ハワイです。行ったこともないもうだから日本のアメリカを再現どれだけできるかということに挑戦すると。はい、はい、もう YouTube ばっか見て。YouTube すごいです。こうバーッと見るともうアメリカ雑貨屋さんみたいな感じの雰囲気ですね。こんな感じでございます。これご家族で何人で使用されてるんですか。3人で。あ、贅沢ですね。すね。このレイアウトはすっごい珍しいですね。僕もあんまり見たことないレイアウトですね。うん、こっちまずキッチンから行きましょうか、はいはい、キッチンがこちらで、はい、ツーシンクですね、はい、ツーシンクになっててここで切ったりできたり、はい、でこれもご自身で作られて棚を作っております、はいはい、ここが、はい、いいですか。どうぞどうぞ。こんな感じで、はい、だいぶ10年前だからクラシカルな、あ、そうですね、色がそうですね、感じの仕様ですよね、はい、で電子レンジはもうシャープ、買いました、日本仕様になっております、はい、効かないですからね。そうですね。ね、で何ですかこれ、明かり取り。そうです、明かり取りです。これアメリカン珍しくないですか。でも結構暗いじゃないですか。あ、暗いです ですね。アメリカンってここに大体、そう、エアコンが、うん、これは元エアコンでした。元エアコンで、そこをルフじゃなくてマックスファンマックスファンに変えましたに変えてあると、はい、こう明かり取りがあるってヨーロピアンはね絶対ついてるんですけど。あ、そうですね、はいはい、ないですよ ね、まあ、ねアメリカン。そうですね、結構昼間暗いですから。そうね、朝明るいんですけどそうそうそう、中も暗いんでやっぱ。あ、そういうことですね、これはすごい明るいなと、いう感じです、はい、でこっちが、コンロなんですけれども、はい、コンロこれ上変えたんですか。上それで作ってもらいました。あ、なんであの黒からこれ黒だったんですよね。いや、これついてなかったんです、もともと。もともとついてなかったんですね、新品の時から、ええ、あ、なんでなんでつけたという感じです、はい、あんまりこれコンロは使わないですか。使わないですね。ねえ、はい、使わない感じが出てますこの辺り、はいはい、基本的にはチムリーは、うん、チンです。あ、チンですね素晴らしいです、十分です。チンか外食です。チンか外食で一緒ですでこっちも、はい、物を使ってないですね。物入れです、はい、でこっちが冷蔵庫、はい、冷蔵庫この年代はねこういう木がね貼られてあるっていうパターンがあります、はい、入ってないですね。何も入ってないです、はい、こっちも飲み物入ってないですねこんなに入ってないことあるこんな大きい冷蔵庫で並木さんでこちらがリビングルーム、はい、これリビングルームなんか使ってないですね。そうですね、荷物置きますこれは基本的にあのキャンピングトレーラーはどういう使い方してるんですか。ここはもう本当荷物置き場になっちゃってますね。マジですか。どこで過ごすんですかいつも。まず下が多いですね。あ、そのためのテーブルですか。そうですね、そうそう。あ、じゃあこれスライドアウトはここの空間を出すための。そうそうそう、ここ使うためじゃなく。そう楽しいですね。使わないですね、ほとんど。3人だし。3人、そうですね。あ、でここ使うちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃないですかこれ。活用の仕方は
ね、靴がなんかでもわざわざ向こうに奥まで行くの面倒くさかったり、そうなんです、そうなんです、これ問題ありますよね、揺れるんですよ、あーこんな揺れちゃうんですね、そうなんです、それはありますね、そうなんです、なんでだったらもうここで、そう下でもう逆転の発想で日本人なんで、ああ行けばいいのかなと、あのスタイルはアメリカンだけど心は日本人だよということですね、はい、でこうスライドアウトして開けると、はい、こっちにテレビが出てくると、はい、こっちはなんかガッツリ使ってそうですね、そうですね、テレビだけ、ね、テレビはよく見そうですね、ついてないと嫌なんで、うん、そういう感じですよね、はい、すごいその分かります、なんか空気感で、はい、こんな感じになってますで、なんかこういうねレイアウト、ここからが珍しいなと思って、あ、そうですね、ね、はい、ここあカーテンはこれご自身で付けられたんですね、自分で、はい、カーテンが開けるとこっちにすごい2段ベッドが奥についてるパターンですね、はい、ちょっとアメリカンにしては狭いですね、横幅、うん、そうですね、そうですよね、はい、このレイアウト珍しいなっていう感じです、うん、はい、で開けるとこっちがトイレになってて、はい、シャワーはついてますね、はいはい、ただ大体こう開けると手洗いとかもついてるんですけれども、はい、手洗いはついてなく、はい、こちらに独立してると、そうですいうのがまたまた珍しいなと、はい、で先ほどの、ね、入り口がここにあるんですね、そうですね、へえ、すごいこういうレイアウトもあるんですね、今はないですよね、そうですね、こういうのはで、ここにワードローブがついているというようなパターンになっています、はい、トイレもですね、ウォシュレットに変えて、あ、トイレットも確かにウォシュレットに変わってますね、こっちも、このあれも、あ、こっちも家庭用の便利な、はいはいはい、だいぶだからこちらのシャワーとかトイレはガンガン使うタイプの、ね、はい、これ何リッター入るんですか、340、あ、え、これだから今でいうロッキーマウンテンエディション的な、あ、そうですね、でやつなんですかね、水が340でグレートブラックが170、すごい、はい、でそれ3人でいるんだったら4泊しても全然余裕ですよね、全然全然全然です、電気さえあればすごい、これはめちゃくちゃいいキャンピングトレーラーですよ、はい、じゃあ当時ですね、はい、いくらで購入したかとか、旅する勝又家、当時ね630、安いっすね、そうですよね、630万、乗り出しですか、そうです、乗り出しで、じゃあ車体本体に関してはもう500万、うん、はい、切っちゃうぐらいかもしれないぐらいの、うん、そうです、金額ですよね、そうです、ただみたいなもんですね、そうですね、今考える今1000万超えちゃう今1000万、1200万とか言ってましたね、あ、やっぱそうなんですね、っていうことになっちゃうということでございます、これ一生乗り潰しますね、そうですね、もう乗るしかないですね、乗るしかないというか好きですよね、好きですねあとは定置にするか、そうですね、もうそういうレベルの大きさですもんね、そうですね、ということでございました、はい、旅する勝又家、はい、ということで並木さんのキャンピングトレーラーを見させていただきました、10年前だとこの規模感のキャンピングトレーラーが630万乗り出しで変えたということでございます、今はもう倍の1200万近くなっているとね、いうことでキャンピングトレーラーも徐々にというか一気にコロナでですかね、高くなってしまったなという印象をね、受けました、こういう中古を皆さん狙ってください欲しい方は出てきますからね、たまにそうですね、ね、はい、本当に出てきますね、だんだんこれでお年を召してくると、はい、だいぶこう牽引するのがね、そうですね、大変になってきたっていう方がキャンピングカーに乗り換えてっていうパターンもありますので、ね、チャンスはあるんじゃないのかなと思っております、はい、最高のキャンピングトレーラーのご紹介でございました、並木さんありがとうございました、ありがとうございます、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします、お願いします、それではまた次の動画でお会いいたしましょう、じゃあね、バイバーイ、はい、今回ですねご紹介させていただきますビールはですねこちら、タップトラック IPA でございます、もう何回作ったんだろうね、4回ぐらいなんですけれども、こちらのビールはですねニュージーランドのホップを中心として、まあ、ネルソン・ソービンっていうね、そうですね、ホップを、多めに使って、醸造しております、白ぶどうだったり白ワインだったりみたいな匂いが本当に芳醇なホップで、うん、今結構ねみんな使われている、そうですね、はい、ポップでございます、でこれを6回醸造で使いました、6回分至る所でもうバコバコ入れてみようということでやってみたんですけれども、色は結構ヘイズしてる、確かにヘイジ IPA 気味な感じです、うん、軽くなんかグレープフルーツっぽいような感じ、白ぶどうだってのにねそうグレーバーのシトラとか、はい、あとモザイクとか、入ってるんで、 あ、はい、あとモトゥエカね、
が入ってるから、そう、ニュージーだけど、まあ、メインはモトエカ、あのネルソン装備にして、ちょっと下、あの味の下支えみたいな感じでシトラモザイクを入れてるんで、まあ、柑橘系の香りもついてるし、うん、チロブドウのね香りもガツンと効いて、はい、高級な味わいというか、そうですね、結構リッチな、リッチなね香りと味でございます、うん、はい、こちらも概要欄から購入できますので、ぜひ確認してみてください。まだたくさん売ってるのかな、あると思います、はい、ありますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。乾杯。旅する勝又家のサブチャンネル、クラフトビール職人ビールアゲインブリューイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲインビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。